三つ目の正体が分かっちゃいました。はい、どうもニヤニです。本日も仮面ライダーギーツ第17話の感想&考察パート2をねやっていきたいと思います。パート1とですね、このデザスターは誰だっていうね、完全分析動画、まだ見ていない方はぜひね、この後にでも見ていただければなと思います。そして、まあ先週から始まっております、このニヤニヤグランプリもですね、第1回戦がですね、もうすべて配信終了となっておりますので、まだこちらの動画もね、見ていない方もぜひ見ていただければなというふうに思っております。ではですね、今日もちょっと長くなりそうなので、早速ね、本題の方に入っていきたいと思います。本日の気になるポイントはこちら。4. 大地はデザグラの裏を知っている？5. エースの母が見つめはありえない。6. チラミが現場をかき乱す。以上の点についてお話ししていきましょう。ニヤニヤチャンネル、Ready? Play! 大地はデザグラの裏を知っている。今回ですね、初登場いたしましたイスズ大地なわけなんですけれども、結構ねコメント欄見てても五十嵐大地って書いてる方がいらっしゃったんですけれども、イスズでございます。間違いないように気をつけてください。で、この大地なんですけれども、なかなかね名推理をね見せてくれてたわけなんですよね。まあ名推理というか、なんであんな少ないヒントでわかんねえってね、逆に不信感をね持ちませんでした。皆さん、慶和のね、ジャマト今度こそ理想の世界をっていうね、慶和の発言から、退場した人たちが蘇った世界っていうね願いを割り出したわけじゃないですか。ということは、大地はおそらく退場者イコールジャマトっていうことをね知っていたんじゃないかなというふうに思うんですよね。もしくは以前参加していた時に気づいていたのかっていうふうにねなると思うんですよね。そして大地の願いは全人類の記憶が欲しい。これちょっとね意味わからないですよね。意味わからないレベルで言うと、エースの願いとなんかね僕は似たような感じを得たんですよね。でもですね、このね大地もエースのようにですね、デザグラのことを探っている、もしくはエースの正体を探っているんじゃないかなというふうに思ったわけなんですよね。というのも、エースは現在よくわからない存在になってきてるじゃないですか。過去の人なのか未来の人なのか、それともみたいな感じで、そしてジーンのセリフ的に人間なのかそれ以外なのかっていうね、まあ疑問も出てきたわけじゃないですか。大地がデザ神になった場合、人類の記憶が手に入ることからですね、その時に大地の中にエースの記憶であったりとか、運営側のニラムやツムリの記憶が入ってこなかった場合、人類ではないことが確定するじゃないですか。で、もしですね、エースやニラムの記憶が手に入れられた場合、デザグラの正体とエースの正体も同時にわかるということになると思うんですよ。なのでこの大地がねデザ神になった場合、まあどっちに倒れても正体がね全体的に見えてくるわけなんですよね。なので結構この願いっていうのは一見ちょっとねなんかぶっ飛んでんなとか、わけわからんなっていう感じもするんですけども、頭がいいからこそ裏の裏の裏ぐらいをついて、運営側にねこの意図を悟られないようにしてるようにも感じました。それとですね、プラスするとですね、大地がなぜじゃあこんなにデザグラのことを探っているのかっていうふうに考えた時に、もしかすると大地も過去にデザグラ絡みで大切なものを失っている可能性をちょっと感じたわけなんですよね。なのでこのね大地、すぐにね退場するようなキャラではないとは思うので、結構ね過去が分かったりとか深掘りされたりっていうねするシーンが今後描かれるんじゃないかなと思うんですけれども、そこもねやっぱね注目して見ていきたいと思います。エースの母が見つめはありえない。前回ですね、ツムリがそんなはずはとね言っていたんですけれども、今回はですねニラムとサマスがありえないというふうにね言っていたことからですね、おそらくですね生きている時代が合わないとか、そういった理由でありえないというふうにね言ってるようにも感じましたよね。で、映画でもエースはこの時代の人間じゃないというふうにね言われたことも含めて考えると、僕はエースはですねこの未来人というふうにね予想してるわけなんですけれども、三つ目はツムリより前のナビゲーターだったことがね分かってるからですね、三つ目は現代から過去に存在していた人っていう風になると思うんですよね。で、エースとの、まあ、親子関係がありえないということなので、まあ現在エースは22歳
っていうね設定があるんで、まあ22年前にはもう三つ目はなくなっているっていうね可能性もここで出てきたように思います。でエースはデザグラに西暦元年から参加しているというふうにね言っていたわけなんですけど、これはおそらく冗談とか嘘ではないと僕は思ってます。でエースは本当に西暦元年から参加しているのであれば、エースは22歳ではなくて2022歳の可能性もあるわけなんですよね。三つ目は過去の人でかなり大昔の人なのであれば、その息子というねエースが現代に現れた、まあ普通に考えればいやいやありえへんって、絶対ありえへん、そんなはずはないとね、ツムリやサマスとね同じ反応になるとは思うんですけれども、ニラムが言うようにこれがリアルなら世界の断りを揺るがす存在になりますよね。でもそうなればね、僕が予想しているエース未来人説は崩れて過去の人説が濃厚になっていきそうな感じがするんですよ。でも過去の人やとするとツムリがドライバーを持ってくるときに知っているよなどのちょっと先の未来を知っていることの説明がね難しくなってくるわけなんですよね。でもここで一つ新しい可能性が出てくるんじゃないかと思います。それが世界がループしている、これしかないんじゃないかなというふうに思うんですよね。例えばですね、世界が1000年スパンぐらいでリセットされているみたいなことがですね、この技術の世界であるんじゃないかなというふうに思ったわけなんですよね。まあ現実の世界で見てもですね、ピラミッドの建設はですね、当時の技術では不可能な建築物とも言われててですね、あとはですね、このナスカの地上絵なんかもですね、あんな大きい絵を正確に描くのは、まあ、空から見ないと難しいよねとか言われてたりするので、大昔なのにあんな技術があったっていうね、結構不思議な今のこのね技術であったり科学を使っても難しいというふうにされているので、これも結構ね現実世界ではこれは都市伝説とかでねよく聞くんですけれども、まあタイムリープしているであったりとかタイムスリップが可能だとかね、いろいろ言われているわけなんですけれども、仮面ライダー技術の世界ではこのね現実の世界で起こっている謎な現象が実際に起きているみたいな設定にしておいて、エースはループしているからこそ先のことが分かっている、ここからがハイライトだということも分かっているのであれば、過去の人でも、まあ、未来の人でもない存在になれると思うんですよね。まあであとはですね、エースジャマト説とかですかね。植物であれば、まあ、何千年とね生きることは可能じゃないですか。今回のたけしのようにエースはジャマトが擬人化した第1号だったみたいな展開って、まあなんかエグゼードっぽさもね出てくるわけなんですけれども、まあこういうね予想してる方って結構コメント欄とか見ててもちらほらいらっしゃるんですが、その可能性もね今回ぐんと上がったように思います。エースがジャマトなのであれば、ジーンが言うですね、君が何者で君が生きている意味が何なのかを、これがめちゃくちゃ重要になってきそうですよね。エースがジャマトで、エースが現代まで生きている意味は一体何なのか。そして最後にもう一つ、エースのお母さんが三つ目っていうのがねありえないっていうのはですね、三つ目自身が生物ではなくて出産ができない存在だからというのもねありそうな感じがするんですよね。三つ目というね名前から運営人感は満載なので、ツムリをね例に挙げたとしても、ツムリって結構ねこの神出鬼没的なキャラじゃないですか。でギロリの退場時の消え方であったりとか、その後のニラムの消え方って、まあデータが消えるみたいな、まあ、消え方をしていたわけじゃないですか。だから運営陣は全員仮想空間のキャラクターで、まあ言えばもうデータやからこそデータである三つ目が子供を授かるなんてありえへんっていうねこともねあるんじゃないかなというふうに思ったわけなんですよね。でもそのデータから実際にエースという男の子が生まれた、これがねリアルなのであれば世界の断りを揺るがす大事件にもなりますよね。でもそうなればデータである三つ目が産んだ子供は人間ではなくデータになりそうですよね。エースはコンピューターで AI やからこそ先にね起こることをね予測して、まあハイライトだであったりとか知ってるよとか言っている線もね考えられるわけなんですよね。いやーこれちょっとですね、もうすでに沼にはまってしまってる感じがするので、ちょっとねこれ以上深掘っていくのは難しいなと思うので、一旦このポイントはここで終わりにしておきましょう。チラミが現場をかき乱す。今回から参戦しましたチラミなわけなんですけれども、これちょっとねなかなかやばいキャラでしたよね。
まあ仮面ライダーウェブを見ても笑ってはいけないゲームのようになっているようでですね、実際の放送を見てもこれ K は完全に笑ってますよね。他のね、例えばそういうこういうシーンであったりは NG にして、K和が笑ってしまったこのシーンをなんで OK にしたのかっていう、ね、疑問があるんですよね。これちょっとですね、監督の遊び心なのか、それとも本来は NG やから、まあ、意図してこのシーンをあえて使ったのか。こういうね、あのチラ見とかがする笑い、まあ他の芸能人でいうと例えばその古田新太さんであったりとか佐藤二朗さんのような笑いの感じがするじゃないですか。で、まあこういう笑いって相手のことをある程度知っているからこそ笑えるってところもあるじゃないですか。初対面の人がいきなりこんなんやりだしたら普通引くと思うんですよね。え、何怖ってなって、まあ慶和以外の人たちのような目になると思うんですよ。でもここで K 和だけ笑ったということは、 K 和はあらかじめこの人物が面白い人だとかある程度知っていた存在やからこそ笑えたみたいな自然とできた演技的な感じで、まあ監督がこのシーンをね採用してたら、なんかちょっとあれじゃないですか、すごく良くないですか。まあ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 、でもこれはちょっとね考えすぎというか、まあ僕的にもこの無理やり考えすぎた感はあるんですけれども、この本来なら NG シーンになりそうなカットをあえて使うのは珍しいから、勝手にねちょっとね深掘ってみました。ということで今日はねここまでにしておきたいと思います。まさかねこんなに長くなってしまうとは思ってなかったんですが、どうだったでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。もうねこのね第18話、次回のねこの18話めちゃくちゃ楽しみですよね。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ほな。視聴者、ここまで見たのであればチャンネル登録高評価をしなければならない。